ドライブってあのどうぞ使ってくださいってずっとやってきたじゃない。はいはいはい、だからリポートも勝手に使う、勝手じゃないですよ。ちゃんとあの書いてあるんで。そうですね。リポートも使わせていただいてますからねっていう、はい、うん、そういう関係じゃないですか。うん、今さら何を規制するんですかっていう話なんで、うん、真っ白です。持ちつ持たれつ。真っ白なんで、はい、どうぞ、はい、どうぞやってくださいっていうものでしかないので、うん、それはいかがなものかみたいな、うん、そういう議論自体がおかしいです。そうですね。はい。著作権って話をするとまた深いんですけど、はい、肖像権とか著作権っていうのはそれはもう作った側にどうしても帰属してしまうので、うん、それはもう変えられないんですよ、うん、変えられないんですけど使用権を皆さんに譲渡してますっていうことなんですよ、うん、だから自由に使ってくださいっていう話です。はい、はい、それで商売はするなよと。いや、商売になるんだったらちょっと一口に乗せていただきたいですね。名場面が商売になるならちょっとね、僕もなんか一本立ちね、レギュラー番組としても、その時は僕連絡しますよ。すいません、ちょっと僕の肖像権のそうですね。急に、うん、儲けた瞬間にちょっとって。いやいや、それもどうなんのかな、分かんないですけど、うん、ね、もう勝手にやってるもんだから、うん、それに広告がついてようが、うん、どうしようが僕はあんまり気にしてないですけどね、はい、うん、まあでも多分会社的には言われると思います。会社的には言われますね。まあだからそこは、うん、常識の範囲内でみんなの揉めない範囲内で、そんなね、そんなに話題にならないですから、うん、話題にならないものをね取り上げてもしょうがないですよ。まあ、皆さん節度はありますから、はい、はい、うん、